広島労働局によりますと県内の9月の有効求人倍率は1.53倍で前の月を0.01ポイントとわずかに上昇し2か月ぶりの上昇となりました有効求人数は前の月から0.6%増えて6万8864人と3か月ぶりの増加です新規の求人数を産業別に見ると建設業や医療福祉など 4つの業種で増加に転じた一方製造業やサービス業など7つの業種で前の月より減少しています広島労働局は県内の雇用情勢はおおむね安定した状態が続いているとしながらも人手不足の中物価上昇が雇用に今後どのような影響を与えるか注意する必要があると分析しています